はい、皆さんこんばんは。今回ですね、久しぶりにワットアウト2やっていきたいと思います。まあこれですね、やっぱり結構車の運転とかグラフィックとかですね、まあこの街とかやっぱリアルやなっていうのにちょっとこの前久しぶりにやって思ったんですよ。でまあ僕のちょっと悪い癖でミッションとかあの動画にしちゃってたんで、もう多分そんなのね、皆さん見たくないと思うので、今回ですねこちら街で平和に運転していきたいなと。おお、大丈夫かちょっとね、なんか事故ってますけど、はい、平和に運転していきたいなと思いますなんかもう人が倒れてるよこれ。もう大丈夫か、これ絶対死んでるな。ちょっとまあ事故ってますので、ちょっとねこちらの車でももらいましょうか。いただきます。ありがとうございます。音が、はい、ちょっと音を切りました。まあちょっとですね、やっぱこう車を見つけて、まあ、奪うぐらいはしたいなとも思うんですけど、まあ、ちょっととりあえずこちらの車ですね、これ何かな、この車はちょっともう破壊されちゃってるので何かわからない。おお、何こいつ、何こいつ、めっちゃ出てくるよ。これはやからだね。はい。あ、信号青ですね。行きましょう、行きましょう。まあ、これちょっとウィンカーとかはないので、そこら辺はですね、ね、ちょっと割愛させていただきますけども。お、すごい。ジープも行ってますね。ジープもね。はいはい。何これ。これ消防車かな？消防車かな？でも結構スーパーカーとかもですね、結構、いてますから、そういう車もちょっと運転したいんですけども、ちょっとこれ一つ思うのがですね、ここでこの視点を変えれるんですけど、ちょ待って待って、やめて行く、降りてもうだ、誰やねん、僕は平和に運転したいだけなんだ。これ運転席視点あるじゃないですか。ちょっと前から警察が歩いてくる。でこれ運転席視点でこれ曲がるとですね、ほらほらほら、これおかしくないですか。ずっとこれなんかコンパスみたいになってるんですよ。その向いてる方向向きっぱなしなんで、これこんなことになっちゃうんですよね。これが非常に運転しにくくて、で結局ですね、こういう視点を楽しみたかったら、まあ運転席視点じゃないんですけど、これボンネットをですねやるしかないという話なんですよね。ちょっといい車来たよ。うわ事故りやがった、マジか。おいおいおい、なんで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 、おい、意味がわからん、今のはわけがわからん。はい、ちょっとね、あ、で、まあ、今回これ、まあ、平和に運転とか言ってたんですけど、これ建物もですね意外と入れるということで、まあ、今回これはあれですね、要するに病院です。病院、これ病院なんですよね。で病院裏側から出て、ちょっとマップ見ましょうか。これマップ見ると、まあ、こうカフェとかですね、カフェとか、ガレージですね。まあ、ガレージは、まあ車の改造とかをするところなんですけども、でこちらですね、フィットネスということで、フィットネスジムがあったりとか、でですね、これ自分の家もですね、あるんですよ。あれ、どこやったかな？あ、これか。ホーム。ちょっとホーム行きましょう。とりあえず、やっぱ最初はホーム行かないとダメですよね。自分の家から始めなダメですよね。で、なんかちょっとこれ音楽流れてるんですけど、ちょっと車をもらうのダメですね。ちょっと車だけ奪いましょうか。お、なんか売ってますよ。お、大丈夫か警察が女の人売ってますわ。あははは、帰り討ちか。あ、まだ生きてる。あ、ちょっと、ちょうだいちょうだい。マスさん、マスさんが欲しい。マスさんがくれ。待て、今赤信号や。もらいましょう。
よしくれよしくれよしくれよし。さあとりあえずですね、警察さえ捕まらんかったらクリアです。ちょっと音楽切ります。よし、じゃあ今ですね、右上にマップが出てますので、それでですね、ちょっと赤信号止まっていきましょう。はい、じゃあボンネット視点いきましょうか。本当やったら運転席視点いけるはずなんですけどね。いや、マスタング音いいよ、マスタング音いいよ。さあちょっと飛ばしていこう。おお、ランボルギーニ出てきました。さあここで左に曲がると書いてますね。危ない危ねえおっさん、危ねえよ。どこ道、どこ通んねんこれ。ちょっと待ってよ、道じゃない道を通らされてますね。まあマップ見てね、自分であの道を考えた方が良さそうですけど、まあ僕結構ですね、あの実際の車の運転でもナビ通り行っちゃう派なんで、結構もうこれ明らかにこっちから行った方が良くないっていうところでもナビ通り行っちゃう派なんで。あ、ここが家なんですね。ここ自分の家らしいです。ちょっと入ってみるか。これかな、え、何これ、ユーズインガレージ、え、これ自分の家ですか。あ、これか、これが家か。いや入れないですけどね。でも確かにどっかここら辺なんか入れたような気もするけどな。いやでも何もないですね。おお、何これ、箱、箱動きますよ、箱動きます。はい、ちょっとこれは入ることができなかったですね。こんなんも登れるんですよこいつ。おお、すごいすごいすごい、おお、すごい、お前そこ登れよ、お前家登れよ、おい家登れ、オッケー、ああ待て待て待て、ああ、おお、すごい、結構こいつパルクールできますから。ああ、惜しいな。いけ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 、オッケー、いけたいけたいけた、ほら、おお、何、なんか今人から奉仕が出てきましたけどね。ほら、こんなとこ登っちゃってね、うーん、危ないよ。ちょ、これペッとフイッと、はい、ちょっとダメージ受けてましたね。じゃあちょっと次の場所どっか行ってみますか。あ、ちょっと遠いとこ行こうかな、せっかくやから遠いとこにしようかな。じゃあこちらクラブ行きましょうか、クラブ。よしよしよし、これマスタング、これほんま、あ、事故ってんな事故ってんな、意外と知らん間に事故ってんな。はい、ということで今夕方になりました。じゃあぶっ飛ばしていきます、平和にぶっ飛ばしていきます。まあマスタングなんでね、ぶっ飛ばしていきましょう。今回はそんななんか警察に追われるとかですね、そういうことはもう絶対に避けたいですね。平和に運転なので。ほら、めっちゃ速くないですか。ちょっと待って、今なんか、ちょっと待てよ、なんか今車がですね止まってましたよね。乗り換えるつもりはないんですけど、奪うことができるのかどうかというのを見たかったんですけど、ここら辺になかあったんちゃうかな。ちょっと待てよ、気のせいか。なんかここら辺に車が止まってるように見えたんですけどね。あ、ないか、ないですね。 OKOK、 じゃあ行こう行こう。危ない、お、ちょ待って、これはカマロじゃないか。ちょっとこれ今車壊れてるんで、うん、こっちも壊れたね。意外とね、皆さん止まらないんですよ。
だからまあ車を奪い取るシーンっていうのはもう正直言って赤信号ぐらいしかないんかな、うん、そんな気がしますね。あ、ちょっとまあリアが壊れちゃいましたけど、このまま行きます。マスタング、おお、なんか今、ちょっと待って、今のは確認事故、あ、こいつか。おお、ミニもいましたね、今ミニもね、まあ、これ日本車もいてるんですよ。なんかスープラみたいなのとか180とかですね、あとなんか34みたいな車もあるんですよね。ちょっとこいつは暴走してるよ。やばいやばい、あ、ごめんごめんごめん、うわ、やばい、手配落ち着いてもうた。これはね、やばいよ、追われる身となってしまいました。ちょっと早くジムに行って身を隠しましょうやばい、お、何これ、ランボルギーニ乗りたいな。いや、あ、ちょっと待って、おお。やらかしたやらかしたよ、まさかの炎上カーに引かれてしまいましたね。やらかしたな。じゃあちょっとこちらのなんか箱スカみたいな、これラーダかな、大丈夫か。うわ、もう潰れたよ。早いね、早いんですよこれは。結構もうみんな血が上ってますから、これ車変えよう。おお、ちょっと、え、何これ、こんな車あったっけ。ちょっと待って、これ乗りたい。うわ、もうぐちゃぐちゃ、ちょっとこれ乗りたいよ。こんな車ありましたかね。ちょっとこのゲームですね、ちょっと車がすぐにぐちゃぐちゃになりすぎなんですよ。もうほんまに慎重に運転しないと、綺麗な状態というのがですね、維持できないというわけなんですが、まあ、そんなに速くはないですね、この車やっぱり。あ、これウルスか。あ、ちょっと待って、もう目的地着きますね。こっちか。おい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 、あ、出てきました出てきました。じゃあ今回はですね、この建物見て終わりにしましょうか。はい、ちょっとこういう感じでですね、クラブがあると、これが入り口かな、ちょっとまあここ裏口かな、こっちかな、あ、これですね、これ入り口ですね。はい、こんな感じです、こんな感じで入り口になってまして、で、これにですねこう入り込んで、ほら、こんな豪華な建物がですねあったんですよ。まあ初めて紹介した時にはですね、こんなん全然気づいてなかったので、もうね、こんな2階とかもありましてね、ほら、もうこんなもうみんなでね、お酒飲むところみたいな、ほら、これ VIP ですか、 VIP のね席ですね、これは。で、これ見てください、これ、ほら、ターンテーブルあるんですよ、 DJ ターンテーブルがね。まあこれちょっと、まあオンラインモードでこう人集めてなんかわーとかできたらね、楽しいと思うんですけど。で、こちらにですね、なんかバルコニーみたいなのもありますね。ああ、まあこれはですね、こう飛び降りることもできます。できないんかい、飛び降りれないんかい。それジャンプ力低いですから。あ、飛び降りた。はい、このぐらいもありましたかね。何しとんねん、え何しとんねん、何がグッジョブ。
ちょっと変なとこ止めちゃったから乗れないですね、これ。こっちか。こっちから乗れる？あ、乗れた乗れた乗れた。あ、ちょっと待って、なんか車止まってるわ。これいいの止まってるよ。ちょっとこの車お借りしましょうか。あ、結構遅いですねこれ。はい、じゃあですね、ここを止めて、ちょっとこうサムネイル撮りたいんですけどね。もうちょいこっちら辺から撮るか。あ、いいね、こんな感じで。うわ、車飛んでるし、ぶつけられたし、もうめちゃめちゃですね。はい、ということでですね、また後追加がだったでしょうか。まあ他にもですね、建物とかありますし、まあ、車でですね、ちょっと運転するっていうだけでも結構楽しいので、また、やりたいなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。おいちょっと待って、もうバシ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 やばいぞ。なんや、バシ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 やばいぞこれ。何をしてんや。